今日はこれです。こんにちは、山田です。このチャンネルでは、ガジェットレビューや Vlog、DIY などの、情報を流しております。チャンネル登録がまだの方はぜひ、登録よろしくお願いします。さあ今日はですね、ちょっと予定になかったんですけども、急いで紹介したいものがありましたので動画を作っております。はい、早速出しましょう。じゃん、こいつが届きました。まあおなじみですよね、皆さんにも。Amazon の、Fire HD のシリーズ、一番大きい、10ですね、10インチのものが届きました。で、まあ何かというとですね、今ちょうど、Amazon のですねタイムセールがやってまして、ちょうどですねこの、Fire HD10 が安くなってたのでポチって届いたというところなんですけど、一応ですね明日までがこのタイムセール期間なので、まあもしですね間に合う方は、まあ、この動画を見てポチってもらえたらいいんじゃないかなと思って作っております。で、普段あんまり開封とかしないんですけど、早速開けましょうか。はい、というわけで、Kindle じゃね、Fire HD の10インチで、今回はですねこの何色、ブルーですね、まあちょっと緑がかったブルーのものを選びました。はい、で一応内包物はというと、USB のアダプタですね、電源のアダプタと、これもビニール剥がしちゃおうか。はい、これですね。はい、これちょっとね光に当てないとダメですね。はい、 USB のアダプター、まあ、あとはマニュアル類と、ケーブルですね。で、そうそう、ケーブルはもうあれですね、新しいファイヤーは USB-C なんですね。 C です。はい、そんな感じですね。まあ最低限ですね。はい、で一応ですね大きさ比較しましょうか。前持ってたですねこの Fire HD 8インチのものと比べると一回りやっぱりでかいですね。まあ同じぐらいの、モデルで言うとちょっと古いんですけど iPad 2は9インチとかでしたっけ？これと比べると、まあ、幅は細いんですけども、縦は、Fire HD の10インチの方が大きいですね。長細い感じです。はい。で、今回なぜ買ったかというとですね、この今置いてある、Fire HD の8ですね。こいつが実は分鎮化してしまいまして、今ですね、電源押しても起動すらしません。ロゴも出ません。何も動かない状態になっちゃいました。で、結構長い間使っていたものではあるんですけども、まあここまでひどい症状になるとは思ってなくて、まあ困ってて。で、一応この下にですね、Fire HD の7インチ。も持ってるんですけども、それが今ちょっと行方不明だったりもするので、今、Kindle 読む、専用端末がない状態になっちゃったんですね。で、一応これも全くつかないので、まあ一応ですね、Amazon のサポートに、チャットサポートに、投げてみてですね、一応概要欄にも、貼っときますけど、トラブルが起きた時にですね、一応こういうこと試してくれみたいな、項目がいくつか、書いてあるんですけども、それ試しても全くうんともすんとも言わないと。まあそもそもロゴが出てこない時点で、OS すら立ち上がってない状態だと思うんですよね。まあ
どうにもならない状態だったんで、まあ相談しても結局治らなかったんですけど、なんとですね、そのチャットサポートの最後にですね、できれば買い直しをしてくださいと、15% オフのクーポンを出しますみたいなメッセージで、僕のまあアカウント経由で問い合わせしてたので、アカウントに そのままクーポンをつけてくれてたので、まあ、Fire HD シリーズどれでも 15% オフになるんで次買うときに使ってくださいみたいな形でクーポンもらったので、オーラッキーと思ってたんですけど、さらにですね、Fire HD って結構頻繁にセールやってるので、セールの時に買えないかなと思って、この8をですね、 Fire HD8 インチを買い直そうと思ってたんですけど、今回この2月のタイムセールで安くなったのが7インチと10インチ。この8インチだけですね、仲間外れというか対象にならなかったので、買い替えできねえなと思ってたんですが、まあ10インチね、まあ上位互換じゃないですけど、画面は当然大きくて、まあ見やすいし、基本的にこれ持ち歩こうと思ってる端末じゃないので、まあ一層10インチ買ったるかという気持ちになりました。で、今回のセールでですね、割引率が、この Fire HD、10インチの 32GB モデルですね、容量小さい方で、定価が、15,980円が、19,880円、5000円引き 31% オフになっていて、まあこれがそもそもかなりお得なので、今ぜひ買ってくださいっていう感じなんですけど、さらにクーポンがあるので、こっから 15% オフ。そうするとまあ、合計で 46% オフとかで手に入ることになっちゃうので、マジかと思ったんですけど、注文してみたらちゃんとクーポン引かれたので、19,880円からさらに、1,600円ぐらい引かれて、最終的に払った金額は9,333円ですね。で、この、Fire HD10 が手に入りましたということで、まあ、一個はですね、端末壊れちゃって、まあ、わりかし安い端末なので、壊れたら次買うかっていう方いると思うんですけど、もしかしたらクーポンもらえるかもしれないし、まあサポートの対応をですね、真似てやってみたら復活するかもしれないんで、まあ諦めないでチャットサポートでもメールサポートでも、やってみるのいいと思いますので、まずそれ1点ですね。で、あとは今ちょうどタイムセール中なので、これ見て、まあ、Fire HD のこの10インチなり、7インチね、安くなってるやつを、欲しいなと思ったら、ポチったらいいと思います。一応ですね、うちのアソシエイトコード入りのリンクを入れときますので、そこから買っていただけるとありがたいです。Kindle じゃねえ、Fire HD はいいですよね、説明は。10インチになって、一応スペック上は、画面がですね、フル HD あるんですよね。1920px×1200px ありますので、フル HD の動画がフルで見れると。で、画面も広いので、よく僕は Kindle で漫画読んだり本読んだりするんですけど、まあ、それも見やすいでしょうという感じですね。ちょっと電源入れてみましょうか。バッテリー入ってるかな。あ、ついた。大丈夫そう。さあ、さあ起動しましたね。ファイアタブレットに新しい機能が登場。説明が始まっちゃった。アレクサを使って音楽の再生。ちょっと音でかい。ニュースや電車の運行状況のチェックができるように。はいはい。OK です。説明は。そうそう、アレクサが使えるんですよね。うん、まあちょっと大きい端末なんでリビングに置くかもしれないですけど、アレクサもなんか使い道あるかもしれないなと。まあこの辺はちょっと使ってからですね、有効にします。はい。ということで、お、うん、起動しましたね。はい。ということで、さすがにこれだけ画面がでかいといいですね。はい。というわけで、
Fire HD 10インチ今お買い得です。明日に、2月3日いっぱいだったと思うんでセールがね、もし気になる方はぜひ、購入してみてください。さて、まあ、今後もこういったガジェット紹介の動画も上げていこうと思いますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた。